皆さんこんにちは、花丸帝国です。先日こちらの動画を投稿させていただきまして、多くの方からの温かい言葉とか転売に対する意見などさまざまなコメントをいただきました。本当にありがとうございます。返信はできていないんですけども、すべて目を通させていただきましたし、じっくりと読まさせていただきました。見てくれた方、コメントくれた方、本当にありがとうございます。とてもね、悔しい思いを込めた動画になっていましたけども、でも今回の動画は超朗報になります。いや本当ね、このお知らせ見た時衝撃すぎて、今ね早速動画撮っちゃってるんですけど、8月の20日だね、今日の朝、コーペンちゃんと恐竜博2023コラボ、現在大阪で開催していますけども、そこで登場している恐竜さんになっちゃったコーペンちゃんのぬいぐるみがね、なんと再入荷されることが公式さんの方からね発表されました。おめでとうございます。それではね、ちょっと公式さんの投稿の方を読んでみたいと思います。まず完売のお知らせ、恐竜博2023特設ショップで販売していたコーペンちゃんとのコラボぬいぐるみマイプズールは完売しました。マイプとズールがやっぱり人気になりますね。前回の動画投稿した時だとズールのみ完売だったけど、この情報だとマイプも完売したみたいだね。で、8月20日現在会場への再入荷を調整中です。再販日時が決まり次第本アカウントにてお知らせします。オンライン販売の予定はありませんとのことです。これですよ、はい、再入荷が検討されてて、再販日時が決まり次第お知らせしてもらえるみたい。調整中って書いてあるけど、これは再販確定という認識で OK だよね。うん、これを見た時もう本当に衝撃すぎて、もう冷静さをねなくしていました。もう諦めかけてたからね、ズールちゃんそれをお迎えできる可能性が出てきたわけです。きっと僕だけじゃないはず。欲しくて欲しくてたまらなかったけど、品切れのお知らせをやっぱり見てね、ショックを受けていた方が本当に多いんじゃないかなと思います。しかも先日の動画をね投稿した段階だと再入荷の予定すらないみたいな感じできっぱりとね断言されていたので、もうなんか転売屋に魂を売る以外お迎えできる方法はないのかなとかね、本当にもう僕は諦めかけてたんですよ。それがね、本日の再入荷のお知らせが来た。こんなに嬉しいことがありますか。なんか僕のっていうか、今動画を見てくれているみんなを含めた僕たちの願いがね、運営さんに届いたからこそ再入荷してもらえることになったんじゃないかなって思っちゃうぐらいにね、なんかそう感じちゃいますよね。本当に感無量、なんか魂が揺さぶられる感じで公式さんが僕たちコーペンちゃんファンの気持ちをね親身に考えてくれた結果がこれだと思います。僕はね、本当に恐竜のコーペンちゃんのためにね、関西旅行までやっぱ計画しちゃってたぐらいだったので、個人的にはもうこの上ない、もう奇跡的な朗報だったし、再入荷する方向にね、こうやってシフトして考えるようになってくれた運営さんには、本当に感謝が止まらないんだよね。うん、再入荷の調整、本当にありがとうございます。まあただね、やっぱり再入荷自体はすごく嬉しいんだけど、やっぱりオンラインには対応はできないみたいだね。ここはなんかコラボである以上、なんか集客とかも大切なのかなとかも思っちゃうし、仕方のないことなのかなとは思うけどね。なるべく多くの方がお迎えできるといいですよね。まあでも今回再入荷すら予定なかった運営さんの方針も変わったところを見ると、今はねオンライン販売の予定はないけど、今後もしかしたら対応する可能性も 0.1% ぐらいは残ってるのかな。ねえ、今回再入荷されたとしてもね、遠方の方とかだったら結局お迎えすることはできないからな。先日の動画でも話したことだけど、ここは本当に難しいところだよね。まあでも僕は今回こそは絶対お迎えするぞっていう気持ちですただね、行けるのが大阪の方行けるのがね9月の中旬くらいになっちゃうと思うから、もしかすると再入荷分もなくなっちゃってる可能性もありますよね。それだけはちょっとなんとか阻止したいところなんだけどまあ再入荷もいつになるかっていうのが現時点では全然わからないからね、皆さんも予定立てづらいと思いますが、
ねえ、まあ再入荷されて、まあその再入荷後の在庫数の減りとかも見つつ、まあもし僕が行く日まで残ってないかもってこう個人的に判断した場合だと、まあもしかすると誰かに代行で買っておいてほしいレベルかなとも思っちゃいますよね。大阪住みの方というか、まあ近場の方でね、いつでも行ける方で、直接手渡しとかで受け取りができる方がいいかな。ね、もちろんお金はしっかり払うし、ねえ、もし仮に募集かけた場合だと、誰か代行してくれる人いるかな。まあできればね、自分でお迎えしたいっていう気持ちも強いから、本当に最終手段なんだけどね。万が一の場合だと、心優しい方がいれば 協力してくれると嬉しいです。とにかくね、今回ズールちゃんをお迎えできる可能性が出てきたってだけでも本当に嬉しい、超朗報になりましたよね。どうかどうか9月の中旬まで 在庫が残ってくれてるといいなと僕は願っています。せめてね、せめてズールちゃんだけでも欲しいなっていう気持ちなんだよね。ちょっといろいろあってね、ズールちゃんには特別な思い入れが僕はあるんだよね。まあズールがね、一番人気だろうから、一番最初になくなるのはズールなのかなとも思っちゃうけど まあここはまあ再入荷が決まって、実際再入荷されてからの在庫数の減りを見て、いろいろと考えていきたいかなと思います。はい、ということでね、今回は恐竜さんになっちゃったコウペンちゃんのとっても可愛いぬいぐるみが、再入荷されることになったというお知らせになりました。現在はまあ調整中とのことなのですが、続報に期待しましょう。前回ね、の動画でもお話ししましたが、あまりの早い、品切れにね、涙を飲んだ方っていうのもたくさんいらっしゃると思いますが、次の再入荷のお知らせの時にはしっかりとなるべく多くの方がお迎えできるといいですよね。僕も本当にゲットできるように頑張っていろいろ自分の予定とか、調整していきたいなとは思うので、ぜひ皆さんでいい報告ができるように、そしてね、お迎えできない方にとっても、絶対ね、僕がお迎えしてグッズ紹介動画で可愛さとか魅力なんかをいっぱい紹介できたらなと思うので、もし買いに行けないっていう方もね、ぜひ僕がお迎えできるように、祈っていただけると嬉しいですね。はい、ということでね、今回は恐竜になったコウペンちゃんの再入荷のお知らせ動画になりました。とっても嬉しい情報が入ってきたので、この後も何かいいことが連鎖していきそうな気がしています。はい、ということで、じゃあこんな感じで終わろうかな。今回はとても楽しい動画になりました。前回すごく悲しいテンションで撮ってたからね、今回すごく楽しい気持ちで撮れて本当に良かった。最後になりますが、前回の動画でコメントくれた方とか本当にありがとうございました。返信できてないっていうのが個人的にすごく心残りというかね、ちょっとあまりにも多すぎると、やっぱり一人一人返信するのが難しいので、そういった時はハートマークというかお気に入りボタンで対応させていただきます。ハートボタンというお気に入りボタンだけだったとしても、しっかり目は通してあるし、心の中ではめちゃくちゃ返信していますからね。あ、誰々さんありがとうみたいな感じで返信はしているので、これからも気軽にコメントいただけたらなと思います。じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。